リスボン島連合軍司令部は、かつてあった北、大西洋条約機構の軍事部門の大西洋、イベリア半島戦域の島連合軍司令部。ポルトガル共和国リスボン県をエーラスに、司令部施設が所在しており、アフリカ大陸やインド洋方面にも、部隊を展開していた。2012年をもって廃止。リスボン島連合軍司令部は、以下の事項に対して責任がある。冷戦時代、 1969年に、イベリア大西洋方面司令部の、高級司令部施設を、オエイラスに設置するため工事が始まり、1972年10月28日に、施設は開設された。1999年9月1日に、イベリア大西洋方面最高司令官の指揮権は、南部大西洋司令官に昇格し、ナト方面別の指揮命令系統は拡大し、司令部組織は、 南大西洋方面最高司令部に改組される。2003年6月12日に指揮命令系統の合理化のために南大西洋最高司令官に対する指揮権は大西洋連合軍最高司令官から欧州連合軍最高司令官へ移譲された。リスボン島連合軍司令部はアフリカ連合への支援を提供するためダルフールでの空輸任務のために 爆僚は NATO 即応部隊に準備を命じた。他に海上合同統合任務部隊司令部の準備や平和のためのパートナーシップと地中海ダイアローグの支援に当たっていた。2005年のパキスタン地震では NATO も救援部隊を派遣したが、その大半はリスボン島連合軍司令部の所属であった。長らく司令官はアメリカ海軍第六艦隊司令官及び、 NATO 打撃部隊司令官が兼務していたが、2009年初頭に、フランス軍人、また、最後の司令官は、スペイン軍人が就任した。パキスタン自身の救援活動、NATO HP ハット、ウルリッヒツーテック、オーバーアーズヘッドオブネイバー。正常期新聞、httpww.stripes.com、ニュース、ウルリヒツーテイクオーバーアーズヘッドオブネイバー正常期新聞 h t t p w w s t r i p e s c o m ニュースウルリヒツーテクオーバーアーズヘッドオブ ネイバー -1.319822015 年11月15日、閲覧。ありがとうございます。